こんにちは福井教育支援サークルの吉田です今日は6年生の道徳天下の名城を蘇らせる姫路城についてお話をします、えー、伝統と文化の尊重国や郷土を愛する態度こういう大きな内容項目の時どう授業すればいいのかについても考えてみました 天下のの名城城と言われる姫路城の話です。1956年に始まった解体修復工事では新柱に使うヒノキが折れるという大事故が起きたが宮大工たちの工夫と努力で姫路城は見事に蘇ったそして1993年には世界文化遺産にも登録され姫路に住む人たちの誇りとなっているという話です、はい。いつものように小学校学習指導要領の解説を見ました。 赤字の部分です。受け継がれている我が国の伝統や文化を尊重しさらに発展させていこうとする態度を育てることが大切であると、えー、そこでですね伝統や文化を継承するということについて改めて考えてみました、えー、伝統や文化を継承することによって先人の苦労や知恵を知ることができます えー、そしてそういったことに感謝の気持ちを持つことができますね。感謝の気持ちというのは人として生きていく上で非常に重要ですね。えー、さらにはそうした努力に対して誇りを持つと、この誇りを持つということもね、えー、今の生活を見直してさらにより良いものを築いていくという気持ちを育てていく上で非常に重要かなというふうに思いました。えー、6年生でですのでね、えー 解説ににもあるよう,にもう国土や産業歴史についてもある程度学習してきて日本全体を見る目も育ってきています、えー、そこでこの場合ですと、まあ、姫路城が地域の誇りであるというところを捉えて、えーまあ、地域や、ね、日本に誇りを持つことがより良い未来を開いていくことこういうことに気づかせていきたいこういうことを考えさせていきたいというふうに考えて、えーね、事業の展開を考えてみました。 はい、えー、それでは授業です、えー。まず日本が世界に誇れるものを一つの音に書きなさいと。これ6年生の子供ですからね、アニメなんていうのが出てくるかもしれませんね。まあ、富士山というようなものも出てくるかなと。新幹線なんていうのも出てくるかもしれませんね、えー。それだけではなくてね、治安がいいとかね、街が清潔であると。 いうような社会生活なんかにも触れていきたいですね。もし出なければ、これは教師が言えばいいと思いますね。そして資料を判読と。資料の内容に入るんですけども、昭和の大修理が始まる前、姫路城はどんな状態でしたか。修理の責任者は誰でしたか。一番大きな問題は何ですか。とそしてここからですよね。宮大工の和田さんたちが決して諦めなかった理由は何だと思いますか。できるだけたくさん書きなさいと。 これは、ね、職人のプライドというのもあったと思いますしね、えー、地域の宝をね何とかしてもどとりにしたいという強い気持ちもあったんだと思いますね。えー、そこから、誇りという言葉を取り上げて、どうして、ね、地域の誇り、あるいは宝がそんなに大切なんですかというようなことで、えー、誇りの大切さについて考えを言わしたいですよね、まあ、場合によってはね。 地域の誇りがたくさんある地域とそうではない地域、どちらに住みたいですかというようなことも聞いていきたいですね。やはり自分たちの住んでいる町、あるいは日本の国について誇りを持つというのはとても重要だと思います。まあ、その上で自分の住む地域や国に誇りを持つことはとても大切です、えー。より良い未来を切り開いていこうという気持ちが湧いてくるからですというような解説を入れたいですね。えー、それれからでですねできれば 日本の世界文化遺産、これね、ホームページ上にいくつもありますから、これを見せていきたいですね。えー、中から1つ程度選ばして、例えば白神山地なら、白神山地を、ね、外国の人たちにどう説明しますかと、日本の誇りですよ、どう説明するか考えてごらんなさいと、ちょっとハードルが高いかなと思うんですけども、こんな活動も時間があったら入れてみたいですよね。えー、そして最後 私たちの、まあ、都道府県でもいいです、市町村でもいいね、えー、そこで誇りとして残しておきたいものは何ですかというような問いを、ね、出して、えーまあ、ノートに書かせるのでもいいかと思うんですけども、授業を終えてはどうかなというふうに思います。はい、ご視聴ありがとうございました。先生方の教材研究のお役に立てば幸いです。